はい、こんばんは。文具王です。文具王の文具深夜便。今日はですね、福岡のホテルで撮影してるんですけれども、福岡に出張で久しぶりにやってまいりましたということでですね、まあ仕事の内容は九州大学っていう大学がありまして、そこの芸術工学科っていうところで、材料とね、文房具の話っていうね、マテリアルと、製品についての話をしているわけですけれども、まあそれをしに来たわけですけれども、やっぱマテリアルっていうことでですね、素材をね、現物を触ってもらいたいっていうことがあってですね、どうしてもやっぱりね、リモートだけではっていうことでですね、もう本当に、3月以来ですか、福岡にやってまいりました。3月の時にですね、インキューブっていう福岡の、お店ですね、で、実演販売をやった時にはもう結構ね、コロナ言われ始めていてですね、まあマスクをつけたまま、話をしたんですけれども、それを最後にですね、それも結構、まあそろそろなんかね、風向き的には危ない、やばいなっていう感じになってきていたので、実演とかがもう難しくなるなっていうところの最後でしたね。もう企画もできていて、場所もできていたので、そこまではやりましたけれども、まあ他の予定もあってね、福岡に来ていたので、もうそのまんまやって帰りましたけれども、それ以来、外では、もう本当に人を集めるイベントっていうのができなくなっていて、本当久しぶりに、福岡に来ております。で、まあ今回来た中で、まあまたそっちの話はまた別にしたいなと思うんですけれども、今日はですね、まあ一つはね、飛行機乗るときに、このクレームタグ、バゲッジクレームタグっていうんですけれども、まあ、手荷物を預けるときにですね、トランクとかにペタって貼るシールなんですけれども、これが変わっていたというのがちょっと発見でした。で、どんな風に変わっていたかというとですね、ちょっとここで見ていただきたいんですけども、編集入れます。はい。空港なんですけれども、荷物のタグがですね、シールを剥がして貼るタイプだったのが、これ、特殊な粘着になっていて、この面同士がくっつくってやつですね。あれと同じですね。3M のやつと同じで、内側同士がくっつくタイプになってます。なので、こんな感じで合わせてあげると、全くですね、ここのところシール剥がさずにペタッとくっつけることができます。ほいっと。ペタッと。っていう感じで、はい。これでもうくっついてます。おーっていう感じですね。素材が新しくなった感じがします。はい。はい。ということでですね、まあこんな感じなんですよ。で、まあこれ見てみるとですね、ほら、内側にこれ赤いのわかりますかね？なんかべちょーってなっていて、今剥がしたんであれですけれども、こんな風になっていて、ここが糊になってます。で、この糊の面同士がこうくっつくよと。今でもちょっとペトッとくっつきますけれども、こんな感じで、くっつくようになってます。これ、まあゴム系の接着剤ですね。よくね、靴の、裏底とか貼ったりするようなゴム系、ボンド G17 とかね、あの辺のやつですよ。ゴム系の接着剤っていうのは、実は、両方を、ね、普通の接着剤大体、こう、くっつけて、乾かないうちに両面を貼り合わせて固まるまで待つんですけど、ゴム系の接着剤って両面に薄く塗っといて、で、乾いた後でくっつけた方がいいっていう接着剤なんですよね。っていうのがあったりするんですよ。あれに近いものだと思います。詳しい成分とかは分かりませんけれども、そういう系の接着剤だなっていう、まあ、手触りも結構ゴム系なんで、そんな感じだと思います。で、まあ、これなんですけれども、まあ、この間紹介した、フレックス&シールっていう、3M さんの、こう包むだけで勝手にこう梱包ができてしまうっていうね、シールというかシートがありましたけれども、あれも全く同じものでですね、これの成分は違うかもしれないけど、同じ原理ですね。そんな風にして、こう、ペタッと貼り付けると。だから出てくるまでは、このまんまのロール状。まあ、機械の中では、こうやってロール状で巻かれているんですね。で、プリントされながら、これ、間熱紙になっているので、そのまま、こう、プリントされながら出てきて、で、それをですね、こうやってペタッと貼り付けるということで、もうね、今ね、空港のところで自動機械がすごいいっぱいあって、空港もだいぶ様変わりしてましたね、本当に。チェックインもそうだし、それからこれのタグを貼るのもそうだし、荷物を預けるのも機械のところにドンって置いて、
で、自分のスマホの QR をピッてやると、勝手にその荷物が預けられるっていう状態で、まあ、人の接触をなるべく減らそうという状況ですね。中でこんな風になっていました。で、この間、見たやつでは、航空会社によってはですね、この中に、まあ、IC タグが入っているものもあるみたいですけれども、これには入ってないですね。これは普通の紙のロールになってるっぽいです。なんで、場合によってはね、この中にですね、IC タグが入っていて、荷物が移動しているときにですね、まあ、非接触で荷物をトラッキングできたりもするんでしょうけど、まあ、こんだけ大きいバーコードがあるので、多分、スキャナーがゲートを通過するときに、いろんな方向からカメラが見ていて、このね、バーコードは読んでるんだなというのは、わかるようになってますけれども、そんな感じになってます。なんで、だいぶ空港もシステマチックになってきたし、まあ、荷物がなくならないようにということで、こんなことやってる。で、前まではここのシールをペロって剥がしてですね、ここに貼ってたので、剥がすときに必ずね、ここが剥がれた元があったんですよ。で、その剥がれた元のところに、こう自分が持っとく用の控えみたいなののシールがピコってついてるやつがペロッと剥がしたところがちょうど裏面が糊になってるっていう、まあ、それはそれでうまい作りだったんですけれども、今回はこの状態で機械を通した時に一回スキャンされると機械からレシートが出てくるということでですね、これの機械は剥がして取るんじゃなくて、勝手に出てくるようになってましたということで、まあいろいろ変わってくるんだけれども、やっぱこうやって素材の部分、まあ、デジタルな部分もそうですけど、こういうマテリアルな部分、素材の部分がこうやって変わってきてるのも面白いなと思ってですね、まあ、今回ちょっとね、それこそマテリアルの事業をするためにこっち来ているところでですね、面白いものを見つけたなぁなんて思ったので、まあ、これちょっと撮っときました。あとね、今日泊まってるホテルなんですけども、これがですね、変なホテルっていうホテルなんですよ。で、変なホテルっていう名前で、で、何が変なのかっていうと、入り口のところが変ということなんですね。受付のカウンターに人がいなくって、そこをね、ロボットがいるんですけれども、このロボットがなぜか恐竜っていうですね、よくわかんないホテルなんですね。なんでここもちょっと入り口のところだけ見てみましょう。はい。はい、こんにちは、文蔵です。今日はですね、泊まってるホテルがですね、変なホテルっていうことなので、ちょっとですね、まあ、どう変なのかちょっと見ていきながら、ね、行ってみたいと思います。はい、変なホテル、こんな感じです。床になんか映ってますけど、なぜか恐竜。ホテルエントランス、ここですね。はい、エントランスということなんで、ここから入ってみたいと思います。お、うわ、めっちゃ怖。こんにちは。いらっしゃいませ。変なホテルへようこそ。タッチパネルにて言語を選択してください。おい。Welcome to Hanma Hotel. Please use the touch panel to select your language. で、ここですね。ここに入力してくださいと。はい、ということ以で、上カーでド。チェックインは完了です。快適なホテルライフをお楽しみください。はい、どうも。なんだろう、これ。こんな感じ。じゃあ、ピッと。はい、よいしょ。中はカードを入れて、入ってみたけれどもだ。全然、部屋の中は全然変じゃないホテルでした。お、普通に綺麗なホテルです。ね、パソコンとかもちゃんと使えるし、いい感じです。まあ確かに変なホテルなんですけれども、これがね、部屋に入ってみると全然変じゃなかったっていうのがですね、あれで、まあ、なんでしょうね。ちょっと前にロボットでなんか接客をやらしたら面白いな、みたいな、インバウンドでちょっとこんな感じでね、変わったホテルを作ったら、まあ人気出るかな、みたいな感じのところだったのかもしれませんけれども、まあ、なんですかね。
今となってはっていうか、もうそんなに経ってるわけじゃないんでしょうけれども、そんなに変でもなかった。あと部屋の中はごくごく普通に、使い勝手のいい普通の、まあ、ビジネスホテルみたいな感じのホテルだったので、それはそれでいいかなというふうに思いますよということで、まあね、こういうのもね、設備をね急に変えるのもなかなか難しいですから、雰囲気も多分変わるのもなかなか難しいんだと思うんですけど、やっぱね、何かしらその、まあ、接触を減らすという意味ではですね、今のこのコロナの中では恐竜に、接客をやらしたっていうのは、まあまあそれはそれで良かったのかななんて思わなくもないということですね。まあせっかくなんでね、まあ、たまたまホテルここが空いてたので、撮ってみましたけれども、まあ、そういうのもちょっと面白いかななんて思いましたよということで、福岡楽しんでいきたいなと思います。